不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田中女性社長不動産大学、不動産業界で役立つ資格難易度ランキング2024年編ということで、このチャンネルは完全独学に心地かとどったこの上場企業の特定業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、私は前冒頭でもお伝えさせていただいている通りですね、9つ資格を持っていまして、早く10個にしたいなと思っているんですけども、これらのですね資格を目指そうという方のためにですね、それぞれの資格の難易度についてですね、2024年度バージョンということでですね、結構受験料なんかも昔に比べてですね変わっているものなんかもあったりしますので、その辺も含めてですね、試験難易度とかですね概要の方をランキング形式でご紹介をしていきたいというふうに思います。一番難しい資格はですね、1位という形になります。これはあくまでですね、私のですね、実際に受験した資格になりますのでですね、その点も踏まえて見ていただければと思います。今ですね、どういう資格を取ろうかなというふうにですね、検討していらっしゃる方の参考になればというふうに思っております。それでは早速参りましょう。いきますよ。第9位は、敷金診断士です。この資格自体はですね、まだまだ知名度低いんですけども、敷金診断士というのはですね、不動産賃貸における敷金とか保証金のですね、トラブルの解決を図る専門家としてですね、資格試験に合格し、所定の講習を得て登録を受けた者にですね、この資格が与えられるという資格になっております。合格率に関しては 60% から 70% ぐらいっていうふうに言われてまして、私も受験した感覚で言うと、ちゃんと勉強して対策を取っていけばですね、もう十分合格できるというぐらいの難易度でございます。試験時間が1時間半で、出題形式はですね、4択一です。宅建と一緒で50問になります。50問なのに1時間半かって思うかもしれませんけども、難易度はそこまで高くないんでですね、だいたい1時間半あれば十分な問題でございます。受験手数料が7800円で、あとは講習料に1万8000円かかるという形になっております。あとは登録料にですね、1万5000円かかるという感じの資格になります。こちらに関してはですね、もう名称が非常にはっきりしてるんです。敷金診断士。大体何ができる人なのかってなんとなくイメージつくじゃないですか。もちろん独占業務はないんですけれども、例えば退去立ち合いとかをですね、賃貸をやってらっしゃる方でやる方に関してはこういったものを持ってるとですね、敷金精算をするときにお客さんからですね、ちょっと異議を唱えられたりとかしたときに、敷金診断士持ってるんですって言うと結構説得力が増して、早く問題が片付くっていうことがですね、メリットとして私はあるというふうに思っております。続いていきますよ。第8位は、シニアライフ相続アドバイザーでございます。これはですね、金財がやっている資格なんですね。金財というのは今私がサードチャンネルでやっているSP 技能士をですね、やっている、実施団体になるんですけども、これ試験時間がですね、100分でございます。で、出題形式が4択一ですね。宅建と一緒です。で、50問になります。で、合格基準がですね、100点満点中60点以上で合格で、私が受験した感覚では、やっぱりこれもちゃんと勉強していけば十分合格できるという感じの、試験でございます。受験料がですね、5500円です。これですね、今年の4月から値上がりしているんですね。以前は4400円だったんですけど、5500円に値上がりしております。結構ですね、受験料の値上がりラッシュが今起きております。これに関してもですね、私は相続っていうですね、ワードが入っている資格っていうのは1個持ってた方が私はいいというふうに思っています。やっぱりこれからね、相続に関する需要はとにかく高くなるので、少しでもですね、相続にこの人は詳しいんだっていうふうに思わせられるような資格を持っていた方が私はいいというふうに思っております。続いていきますよ。第7位。ビジネス法務検定。これはですね、私が受けたのはですね、2級なんですけども、今ですね、2級と3級はですね、IBT 試験っていうのがですね、導入されております。これ何かというとですね、なんとですね、受験する人自身のパソコンでですね、インターネット環境を利用して受験できるようになっているんでございます。これは私のですね、受験した頃は多分なかったと思います。自宅受験ができちゃうんですよ。これはですね、手頃に受験できるんでおすすめでございます。これ受験するにですね、日時に関しては、所定のですね、試験期間とかですね、開始時期から選んで申し込みができるようになっているようでございます。これもですね、多種選択式になっておりまして、試験時間は90分で、100点満点中70点以上で合格という形になります。7割以上なんで、若干ですね、さっきまでのですね、資格に比べると少し難易度が上がるかなという感じになります。あとですね、出てくる知識も、選択肢で、過去問の選択肢だけ見るとですね、結構難しいのかなっていうふうに、こう2級ぐらいだと思う選択肢もあったりするんですが、同じような問題がですね、結構何度も出たりするので、ちゃんとですね、公式テキストみたいなものですね、ちゃんと買って、それを予習していけばですね、十分合格ができる資格でございます。なんかすごい周辺知識がどうのこうのとか、そういうのは全然いりません。過去出た知識をそのまま覚えていけば大体対応できる問題が多いです。受験料がですね、2級で7700円、3級は5500円という形になっております。私は2級を合格しております。で、2級に合格するとですね、ビジネスホームエキスパートというふうにですね、一応表記ができるようになります。確かですね、3級だとビジネスホームリーダーとかっていう感じでですね、ちょっとあんまりかっこよくなかったんで、私は2級を取ったという感じになります。続いていきましょう。第6位は、2級 FP 技能士でございます。これですね、今サードチャンネルでやってるですね、目下超人気のですね、資格でございます。マークシート方式によるですね、筆記試験になっております。
で、3級はですね、もうですね、テストセンターでですね、パソコンで受験ができるようになっておりまして、もう毎月ですね、受験ができるようになってるんですけども、まあ、2級はまだそこまでなっていませんが、年3回受験できるのでですね、宅建試験よりも非常に受験がしやすい試験になっております。これもですね、4下クイズで60問出ます。で、60点満点中36点以上で合格という形になります。で、受験料の方がですね、学科とこれ実技とですね、別々にありまして、それぞれの合格は必要になります。まあ、1日で両方受けることもできます。で、受験料が 11,700 円ですね。学科が 5,700 円、実技が 6,000 円という形になっております。で、こちらの方もですね、ちゃんと試験勉強して対策を取っていけば十分合格ができる難易度という感じのイメージでございます。まあ、出てくる知識がですね、とにかく生活や人生に密着している知識ばっかりなので、これもう、なんていうんですかね、特に仕事に生かすとかですね、就職どうのこうのってよりも、絶対知っておいた方が自分自身の人生において確実に得になります。ですから私もですね、スタートチャンネルを立ち上げてですね、そちらを受験した方がいいですよっていうことをやっているという感じでございます。続いていきましょう。第5位は、賃貸不動産経営管理士でございます。これもちょっと迷ったんですけども、まだ私は5位ぐらいかなというふうに思っております。受験料がですね、12000円でございます。で、取材形式もですね、4下クイズで50問、タッケと同じになりましたね。という形になります。これもですね、年々難易度が上がってるんで、もしかするとですね、今後5位からですね、4位、3位になっていく可能性はありますけども、現時点ではまだ私は5位だというふうに思っております。これはですね、今年の試験を受けてすごく難しく感じたっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、この試験に関してはですね、結構特徴がありまして、まあ、ズバリですね、実務を経験している人とですね、経験していない人でですね、かなり難易度にですね、違いが出てきます。これ実務をですね、ちゃんと理解した上で実務をやってらっしゃる方に関しては、結構簡単だなと思える問題がちょこちょこ出てきます。対してですね、実務を知らない方がですね、受験をすると全く感覚がつかめないので、難しく感じる問題が結構あるという感じです。もうすごくですね、実務寄りの試験でございます。まあ、個人的にはですね、すごく私はいい試験問題が多い試験だというふうに思っています。いい試験問題というのはですね、実務でですね、そのまま使う知識がそのままちゃんと試験に出てくるので、どれだけ真面目にですね、実務を理解して取り組んでいるかがわかるということですね。この試験を受けてですね、点数が低いということはもう会社に私は問題があると思います。ちゃんと社員教育してくださいというふうに思うような問題が非常に多い試験という感じの特徴があります。続いていきます。第4位は、管理業務主任者でございます。まあ、これもですね、独占業務がある資格の中では比較的難易度低めに設定してるんですけども、やっぱこのあたりからはですね、やっぱりかなり対策を取ってしっかり学習をしていかないと、合格するのは難しいかなという資格の部類に入ってきます。まあ、さっきの5位のもそうなんですけれども、まあ、4位はですね、よりそういう感じになります。管理業務主任者試験ですね。これはマンションのですね、建物管理のですね、管理会社にですね、設置が義務付けられている資格者になります。独占業務があるんでですね、資格としての価値もそれなりに高いです。これ受験手数料がですね、8900円になります。じゃあこれはですね、12月に試験があるので、宅建から順番に受けていくと、宅建が10月にあって、11月にマンション管理士があって、最終的に12月にですね、管理業務主任者試験があるという感じの、まあ、スケジュールになっております。私はそのスケジュールを全部こなしてですね、同時に合格できたんですけれども、この管理業務主任者試験に関しては、この後にですね、出てくるんですけども、こうマンション管理士と一緒に受験することを私はもう強くお勧めしております。もう知識がですね、ほぼほぼ丸かぶりなので、両方同時に受けないと知識がすごくもったいないという形になります。私も両方同時に受けてですね、管理業務主任者試験自体のですね、試験勉強はもう多分私1週間ぐらいしかやってないんですけども、それでもですね、マンション管理士をちゃんと勉強していたからですね、合格できたというような感じでございます。さあ、ここからですね、ベスト3になりますよ。いきますよ。第3位は、宅建士でございます。はい、ついに出ました。宅建でございます。宅地建物取引士。はい、これ受験手数料はですね、8200円でございます。これもともと7000円だったのにですね、1200円も値上がりしてるんですね。どこまで上がっていくんだろうって感じですけども、受験料がですね、値上がりしております。まあやっぱりですね、ここはもう年々もう難易度上がってると思います。これはもう本当試験のですね、選択肢自体がすごく巧妙化しているので、まあ、今後ですね、2位、1位になってくる可能性は私はあり得るんじゃないかなというふうに思うぐらい難易度が上がっている試験でございます。もう皆さんおなじみの試験なんでですね、もうあんまり言うことはないような試験なんですけれども、やっぱり選択肢一つ一つのですね、難易度がすごく上がってるなというような感じの印象を私は受けます。ここはもうしっかり対策を取っていかないと、もう合格するのはかなり厳しい資格になってきます。さあ、続いていきますよ。第2位は、マンション管理士です。これはですね、受験手数料は9400円でございます。宅建士よりも高いんですね。で、こちらの方は、もうすごく簡単に言うと、さっき4位で出てきたですね、管理業務主任者よりも少し難しい試験、っていうぐらいな感じです。大きく難易度が変わるというふうには個人的には思いませんが、まあ、出てくる知識はほぼほぼ同じような感じです。このマンション管理士の特徴としてはですね、宅建でも出てきた区分所有法のところのですね、細かい知識を結構聞いてきますので、そこのところをしっかり理解するということがまず大事になってきます。結構ですね、この試験はマンション管理士は結構弁護士の方でも受験する方いらっしゃるみたいですけど、不動産専門にされていらっしゃる方はですね、受ける方いらっしゃるみたいですけれども、
まあ、これはですね、現時点ではですね、そんなに独占業務という独占業務はまだ正直ないので、まあ、一応できそうになってますけども、まあ、まだそんなにそこのメリットは大きくないかなというふうに個人的には思っているので、そんなに慌てて取らなくてもいいかなと思いますが、管理業務主任者と一緒にセットで取るというのはですね、私は一番おすすめでございます。まあ、個人的にはですね、このマンション管理士という資格のですね、もうちょっとこのイメージアップ戦略みたいなのをですね、もうちょっと試験実施などにしていただきたいかなというふうに個人的には思います。結構ですね、不動産業界にいない方にマンション管理士って資格を持ってるっていうとですね、マンションの管理人の資格っていうふうに思っていらっしゃる方結構いるんですね。そうじゃないんですよね。結構試験難易度はそこそこ難しいんですよ。もう合格率も一桁になることもあったりしますんで、非常に難関資格なんですけども、世間の認識としてですね、そこまで難しい価値のある資格っていうふうな認識があんまりまだされてない気がします。だからそこに関してはもうちょっとイメージアップ戦略私はしてもらった方がいいんじゃないかなというような資格でございます。ということで最後いきますよ。私の持っている資格、難易度ランキング2024。第1位はこちらです。はい、行政書士でございます。まあ、大体そうだろうなと思った方いらっしゃると思うんですけども、これはですね、個人的な感覚としましては、圧倒的にこれが1位でございます。受験料がですね、1万400円でございます。もともと7000円だったのにですね、大幅に値上がりしております。これ60問出るんですけども、3時間ぶっ通しの試験なんですね。これ個人的な感想を言わせていただくと、もう二度と受けたくない試験の一つでございます。これですね、3時間っていうのは本当にきついんです。まずこれですね、試験本番もきついんですけども、これ自分でですね、自力模試をやるにしてもですね、3時間かかるので、もう非常に時間がかかるんです。もう1日がかりでですね、模試をやるような感じになってくるんですね。こう見直しの時間とかも含めると。なので、ここはですね、もう本当に非常に大変でした。私は受験してですね、何が大変だったかというと、3時間で60問っていうのは、宅建試験やってると感覚わからないかもしれませんけど、こっちはですね、五種択一なんですね。五択問題になるんですね。5択か4択かっていうのはやってみると分かりますが、全然違います。まずですね、読むのに時間がかかるんです。私読むのが遅い方なので、これですね、五種択一問題で60問も全部まともにやってると、私は最後までたどり着きませんでした。これはですね、もう本当に一番大変なところでしたね。なんで、どんなに勉強しようがですね、全部問題を読んで解く時間がないということに私は途中で気づいたんですね。なので、もうあんまりコスパが良くないですね、ジャンルに関しては完全に捨てました。私で言うと、商法のところはですね、完全に捨てました。商法会社法の一部は、もう完全に捨てました。これはですね、あんまり試験を受ける上で捨てるっていう判断はあんまり私はお勧めはしてないんですけど、この行政書士試験に関して言うと、間に合わないっていう問題が出てくるんですね。で、間に合わないと勉強したっても意味がないので、であれば、もうあんまりコスパが良くないところですね、配点は少ないんですけど、覚えることが多いっていう分野に関しても、私はですね、ある程度捨てました。ポイントだけ押さえてですね、もう捨てたっていうようなですね、分野なんかもあるぐらいでございます。それぐらいですね、対策をしていかなきゃいけないですね。あとは、一般知識っていうですね、足切りラインがあるんですね。これは一般知識っていうとですね、なんか常識問題出るのかっていうふうに思うかもしれませんけど、そうでもないんですね。ものすごい広い範囲からですね、ちょこちょこ出てくるので、正直対策のしようがないんですね。これ日経新聞を毎日読むぐらいの対策しかできないんですね。なので、ここは正直結構運の要素があります。運ゲーでございます。その他のですね、行政法とか民法とか満点取ったとしても、そちらのですね、一般知識のところでですね、足切りラインの点数があるんで、それ以下の点数になっちゃうと、もう不合格確定なんです。なんでですね、これはですね、非常に運の要素も強い試験でもあるので、まあ、結構回数受けないとですね、合格できないんじゃないかなっていう試験のような気もします。まあ、そういうですね、運の要素もあるという感じの試験だと私は個人的には思っておりますという感じでございます。以上でございます。ランキングこんな感じになります。まあ、皆さんがですね、目指そうかなと思ってらっしゃるんですが、資格はどの辺かなというのをですね、参考に見ていただければと思います。まあ、私はですね、一応全部受験して、一応全部合格できてるんで、まあ、一応ですね、私の主観も込めてですね、ランキングでご紹介させていただきましたという感じでございます。ということで、また明日。